ただの草っぱらがキャンプ場になりましたいろいろな使い道があるんだきれいにしてくれる善意が前橋にはたまっているんです知恵でいろいろが動いているというお話をさせていただきます藍の山の東にあったただの草っぱらがキャンプ場になりました前橋の企業様のチャレンジですうちは家賃をいただけますありがたいです富士見の下水処理場の跡地 賃料が得られるようになりました何に使うのサバゲーセンターですいろいろな使い道があるんだそれならこの大フラワグリーン牧場ここも新しい指定管理者に知恵を出してもらうよと思っていよいよ募集を開始します知恵のある人大募集ですその分テルサは閉鎖します市が持ち上げれたものを民間ならもっといい活用の知恵があるんだろうと 私は信じています。ホールフィットネスその機能はみんなのために残しながらもあの全体を市が持ち続けてこれを払うそれよりももっと別のことに使いたいそれが本当の心情です公園にあった草むした泥になってたこんな遊具だってきれいにしてくれる善意が前橋にはたまっているんです ももろい家をきれいにする人のために大変だからと思ってこれでやってたのをこれに変えましたみんなの善意に応えられる方法がずっとずっと得です災害気象を警備しそして有害鳥獣を駆除してくれているのも猟友会ですもっともっと何かをお世話になりたいと思います